古谷佐氏は日本の俳優、スーツアクター。株式会社、ビンプロモーション元代表取締役社長。新ビンプロモーション所属。東京都港区西麻布出身。本名は童話在読の古谷佐氏。特撮テレビドラマ、ウルトラ Q で、ケムール人と海底原人ゴンもウルトラマンで主役ヒーロー、ウルトラマンをスーツアクターとして、 ウルトラセブンでウルトラ警備隊の天城隊員を顔出しで演じ、ウルトラシリーズの初期を支えた一人として知られる。特にウルトラマンは古屋の体型を前提としてデザインが確定した。旧東京市麻布区で立具屋を営む家の逸尾として生まれた。東方演劇学校卒業後の1960年、東方撮影所に第15期ニューフェイスで入社。同期には、 二平正やらがいた。いくつかの作品に、早くとして出演し、1962年に、東方映画、ホエロ脱獄集で正式に、役者デビューする。当初は、いわゆる、欧米や俳優の一人だった。1965年、東方本社の指示で、業務提携下のつぶらやプロダクションへ出向。特撮テレビ番組、ウルトラ Q へのゲスト出演が、 つぶらやプロ作品とテレビ作品へのデビューだった。顔出しの役だけでなく、当時はぬいぐるみ役者などと称されていた着ぐるみに入るスーツアクターを務めたが、ケムール人役は身長181センチメートルで痩せていて8、等身という体型からオファーされた。こんなのに入るのは嫌だと渋ったが、撮影まで時間がないと頼まれて引き受けた。1966年、 ウルトラ Q の次回作として7月から放送を開始したつぶらやプロのウルトラマンでウルトラマンのスーツアクターとして出演した。前作のケムール人やラゴンの役は苦しかった。思い出しかなく気乗りしなかったが、ウルトラマンのデザインを務める成田徹から自宅に電話があり、想定している手足の長さや頭の小ささが貧んじゃなくてはダメなんだと懇願され承諾。 東京の新宿にある、ウェットスーツ店で採寸し、翌日、佐々木明のアトリエに行き、石膏でマスクをかた取りした。1967年、ウルトラシリーズの次回作、ウルトラセブンでは、顔の見える役として、天城ター演役に抜擢される。前作の科学特装隊の制服を羨ましく、思っていただけに顔を出せることが嬉しく、テレビを見てねと、実家や親戚に電話した。 かつてのスーツアクターとして、セブンの動きにも関心が向き、時代劇の盾で経験を積んだ、上西広治の演技を、力強く、重みがあり、武士のようだと感じたと回想している。ウルトラセブン放映開始から1ヶ月余り過ぎた頃、共演していた、ドクマムシサンダユーとボーリングを楽しんだ後に、話していた折、演技に精細がないと指摘された。週刊誌に、 天城隊員役への抜擢は、ウルトラマンでのスーツアクター役への色と書かれたことに、俳優として評価されたわけではないと落ち込んでいたためで、あった。毒マムシに、ウルトラマンとしての演技に感動したファンを裏切ってはいけないと悟され、以後は発奮して、知的でスマートな天城隊員の役どころを確立した。ウルトラセブン放映終了から1ヶ月後の1968年10月、 怪獣アトラクション賞やサイン会の主催会社、ビンプロモーションを設立。天木隊員役で司会をこなし、全国を興行する。1971年には、株式会社、ビンプロモーションとして法人化し、代表取締役社長に就任した。1972年、ドクマムシサンダユー夫妻に仲人を依頼し結婚。数おかずを設ける。第二次怪獣ブームの中、 各地で怪獣ショーを催し舞台中継番組突撃ヒューマンでは劇中アクションを担当番組終了後も同作品のキャラクター工業を手掛けた怪獣ショーはスーパーマーケット出展ラッシュ時には客寄せのため好調で3億から4億円の燃焼があったが1980年代に入ると集客力が落ち 1991年にンプロモーションを解散。それに伴い負債を抱える。他人に迷惑をかけたという申し訳なさから知人と連絡を立ち、特撮番組で活躍した経歴を伏せて、ビル清掃会社で働いた。表舞台から姿を消したため、一時は消息不明扱いで死亡説等も伝えられた。2007年、成田徹の原画展を伝える。 新聞記事を見て、会場を訪ね、来場者名簿に記入して帰ると、未亡人から、ビンさんが来てくれるなんてと、涙声で電話がかかってきた。それがきっかけで数週間後、ウルトラセブンで、アンヌ隊員を演じた菱し由里子から、ずっと探していたと、連絡が入り、家督隊員を演じた、桜井ろ子らつぶらやプロ時代の関係者との連絡を、再び取り合うようになる。それまで、 ウルトラシリーズなど出演作の再映を除き本人があえて距離を置いていたため長らくマスコミへの露出はなかったが11月に日日のブログで古谷の元気な姿が紹介された2008年 CS 局ファミリー劇場で放送されたウルトラセブン朝百科にナビゲーターとして出演また同年には劇場映画ギララの逆襲東野子サミット危機一発で 俳優として復帰した。2009年12月21日、初の自書伝、ウルトラマンになった男を上司し、これまで語られなかった、ウルトラマンでの苦労や思い、撮影の裏話等を初めて明かした。2013年10月18日、ウルトラマン HD リマスター2.0ブルーレイ、ボックス、通発売記念として、六本木ヒルズで行われたイベントに、ウルトラマンで共演した。 黒部慎、桜井博子、現、ぶらやプロ社長の大岡真一と共に出席し、47年ぶりに、ウルトラマンのスーツを着て登場した。ぬいぐるみ役者としての初の仕事は、ウルトラ級で演じた、宇宙人ケムール人と、海底原人ラゴンだった。両者は、ぶらや特技プロの美術デザイナーである、成田徹によってデザインされたものだが、長身の古屋が入ったことで、 成田の求めるイメージ通りのスマートなキャラクターとなり、彼を喜ばせた。続く、ウルトラマンでの主役ヒーロー、ウルトラマン役の抜擢は、このケムール人役で見せた、古谷の超新創句に惚れ込んだ、成田の貧乏視ナイとの強い要望による。成田は、ウルトラマン役を演じてもらうため、何週間も、直接、古谷と交渉し続けた末に口説き落としている。 当初は断っていた古谷の側にも当時は映画が社用になっていた時期なのでテレビ出演はチャンスであるとの考えがあった。また祖母に後押しされて決心したがエンジェルに際してつぶらやプロにスーツアクターの待遇を良くするよう条件を出したという。このウルトラマンのマスクは古谷のライフマスクから取った石膏型をもとに制作されたが一番顔にフィットしていたと語っている。 古谷としては当初俳優としての顔の見えない役に対する複雑な感情があり途中で何度か交番を考えたという。しかし番組開始後には徐々に高まっていく子供たちのウルトラマンに対する反響に感動しやがて全力で取り組んでいった。古谷が演じた初代ウルトラマンの戦闘体制は状態を前屈させた独特の構えが大きな特徴である。 この姿勢の理由については、三田和穂による縫いぐるみ演技に不慣れな古谷が火薬を使った撮影に腰が引けた姿勢になり、これが逆に腰を落とし怪獣との間合いを取る姿に見えて結果的に定着したとの解釈がこれまでの定説であった。しかし古谷本人によれば火薬を使った撮影に恐怖感もあったが、実際にはこの姿勢は演技上意図されたものであるほか、 少年時代に見た映画、理由なき犯行に出演していたジェームズ・ディーンがナイフを持った決闘シーンで見せた前傾姿勢を参考にしたもので、これに古谷の長身を画面に収めるため、高野光一特技監督からより前鏡になるよう指示されたことが加わり、古谷自身の演技意図によって最終的に完成したものであるという。 やや腰が引けた姿勢には、ウルトラマンは自分から攻撃せず、受け身で戦うというメッセージも込められている。成田は自作、ウルトラセブンでも主役ヒーローのウルトラセブン役を古谷に求めたが、俳優としてのこだわりから、古谷はこれを誇示し、成田を残念がらせた。ウルトラマンのぬいぐるみ役者時代の思い出と、苦労話で特に一番怖かったこととして、水中撮影で、 マスクの中に入ってきた水が密着しているスーツとマスクから抜けず本番中に溺れたというエピソードがある。撮影は過酷だった。特に怖いのが水と火。米国製ウェットスーツに手を加えたゴム製スーツに大きな電池を内蔵した重い仮面を身につけていたが、水のシーンで頭まで沈んだら仮面の中にどんどん水が入ってきて息ができなくなり、 死ぬかと思った。今とは違って、本物の火も撮影に使っていて、熱風がスーツの隙間から入ってきた。苦しくても泣いていたのに、いい演技だねと褒められたり、当時はスポーツドリンクもなかったから、脱水を防ぐために、水道水とレモン、塩を用意していた。救急車を呼ばなかったのが奇跡と思えるほど、過酷だったウルトラマンには、武器の設定がなく、飯島敏弘監督と、 高野光一カメラマンと三人でスペシウム光線を考えた。スペシウム光線のこのポーズ、体に型を覚えさせるため一日三百回練習していた。誰にもできない型をやるという俳優としての意地もあった。実は駅やホテルなど鏡があると今でもポーズをとってしまう。昨年、米国のイベントに呼ばれていったらサインを求める大行列ができた。 ウルトラマン放送当時は何人もの女性からモテたという。2009年12月21日に初の自叙伝、ウルトラマンになった男が出版された。これまで語られなかった苦労や思い、撮影の裏話などが初めて明かされている。2010年1月29日に行われた出版記念サイン会では、ウルトラマン、ウルトラセブン当時を知るファンが駆けつけ、 天城単員に会えるなんて、もう光の国に帰らないでくださいなどと激励、握手攻めとなった。2013年7月6日に予定していた70歳を祝う会では200人の枠に応募者が殺到するという予想以上の反響から大きな混乱を避けるために中止する事態となり、ブログで中止の報告と謝罪を行った。は、ノンクレジット出演、いずれもスターォルツ作品。 清水まり、斎藤紅れ水垣陽子、土屋義夫と共演。ありがとうございます。